どうも松田です。今回も皆さんのリクエストに答えていきたいと思います。で、今回のリクエストはワッサエジプト人さん、頭がでかいのが悩みです。何か方法はありませんか？はい、まずですね、頭が大きくなる原因としては主におでこの筋肉と頭の筋肉の張りと、あとストレスが主な原因となってきてます。で、今回はそのおでこと頭の筋肉をほぐす方法を紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、ではまずはですね、手のひらで頭の横を優しく包み込むように指圧してください。で、指圧した後に上の方に持ち上げるっていうイメージで行っていきます。頭に関しては圧が強すぎると危険なので優しく行ってください。で、横の方から後ろに、横の方から後ろに行っていきます。はい、次は5本の指で圧を加えながらくるくるとマッサージしていきます。これも横の方から後ろにやっていってください。で、圧も優しめで行ってください。で、効果としては頭周りの筋肉をほぐすのと、あとリフトアップ効果もあります。で、今度はおでこから頭頂部までさっきと同じようにほぐしていきます。で、おでこ周りをほぐすことによって目が大きくなったり、あとデスクワークの方は目の開きが軽くなったりするので、目を使う仕事の方々にはおすすめのマッサージです。で、最後に肩周りをほぐしていきます。つまんで離して、つまんで離してというやり方です。肩周りをほぐすことによって首、頭の筋肉が一気にほぐれてきます。はい、ということで今のが頭を小さくする方法でした。で、今のをするだけで体がリラックスできて、それによってストレスを軽減するのと、プラス頭の筋肉とおでこの筋肉をほぐすことができます。で、これは体が温まっている時は特に効果的なので、お風呂の中でぜひやってみてください。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、コメントの方もお願いします。ではまた。